昔のね、なんとか懐かしい日本のねシュークリームがいいんだな。もうだん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 溶けましたよ。はいはい、あ、力強いこと一回止めていただいて。これ失敗されてる。はい、それではね、はい、カスタードクリームをね、はい、それからね、はい、教えてもらいます。はい、はい、先生よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは一番最初の準備としてこの牛乳を温めておきます。はい、はい、お鍋ですね、お鍋の中に今日はこれ牛乳300、香り付けで今日バニラビーンズを使っていきます。5分の1本程度今日は使ってちょっと高級にリッチにいきたいと思います。ビーンズが中にたくさん含まれて入ってますので、これを一度鞘を、ね、種が入ってますね、はい、裂きます、はい、で中にびっちり入ってますので、うん、これをしっかり取っていきます、うん、こんな感じで、はい、でこのビーンズだけではなくてこの鞘に香りがたくさん、あ、一緒にね、そうなんです、なのでここでしっかりで、これで温めておきます。はい、はいはい、で校長先生、じゃあこちらのボウルの作業をしていただきたいんですけれども、はいはい、卵黄を今日は3つ分ボウルの中に入れていただいて、はい、はい、それにこのお砂糖、はい、今日はグラニュー糖が 75g です。75g、はい、入れちゃっていいですか。はい、先生全部入れてください。はい、ありがとうございます。でこれを混ぜる。はい、はい、先生ちょっと白っぽくなるまでしっかり混ぜていただいてもいいですか。先生ちょっと入れちゃいますね。はい、ありがとうございます。卵黄もちょっと残ってるので入れちゃいます。ありがとうございます。白っぽくなるってこれそんな白っぽくなりこないじゃないこれ先生それが白っぽくなるので。なるのこれ。はい、そう、あ、先生全然色変わりました。これいいの、これで、はい、もっともっと白くいや先生大丈夫です。夫、はい、こんな形で本当にちょっと白っぽくなるまでしっかり空気を含ませます。はい、はい、先生ここにさらに薄力粉 24g ですね。今日は 24g、 細かいのね。そうなんです、ちょっとなんでこの24なんだろう。はい、ちょっとそれがちょうどよかったので、ちょうどよかった、はい、24g で、で必ずふるってからダマになってしまいますのでふるったものを入れていきます。また同じように。はい、先生これもまたしっかりと混ぜてください。ありがとうございます。はい、先生これご家庭では結構カスタードクリームっていう風に言うんですけれども、お菓子屋さんではクレームパティシエール、あ、はい、パティシエールね、っていう風に言われていまして、まあ、お菓子屋さんの直訳するとお菓子屋さんのクリームっていう意味になるんですけれども、まあ、お菓子屋さんでは大体どのお店でも絶対に作られていて、やはりこのクリームでお店の味が分かるっていうようなクリームになりますので大切に作っていきたいと思います。はい、はい、先生ありがとうございます。はい、はい、薄力粉しっかり入りましたのでここから温めた牛乳をそこに入れていきます。と先ほど、こう鍋肌がふつふつとなるくらい70度くらいまで温めた牛乳になります。でこれをまずこちらの中に入れる。はい、入れていきます。 100cc くらい最初に入れてから。同じようにやっていいですか。はい、先生お願いします。ちょっと跳ねるので気をつけてください。はい、ありがとうございます。そしたら全部入れていきます。い、はい、はい、ありがとうございます。そうしましたらこれをさらにまたお鍋に戻していきます。はい、はい、はいはい、先生ありがとうございます。ではもらってしまいます。はい、じゃあ先生これを炊いていきます。はい、はい、はい、強火で炊いていきます。はい、一気に炊き上げることで滑らかなクリームが出来上がりますので、ご家庭でもホイッパーがあればこのホイッパーで炊いた方がムラなく綺麗に、ね、はい、炊き上げることができます。で周りからだんだん固まってきますので、ね、はい、周りを気にしながら鍋底も焦がさないように急いで炊いていきます。はい、
はい、こんな感じで急にとろみがついてきます。ただこれで炊き上がりではないので、もっとしっかりツヤが出るところまで炊いていきます。はい、またこれも結構な作業なので、ちょっと両手使いながらしっかり炊いていきます。奥さん強くなるねはい、先生さっきと全然ツヤが違うの分かりますかね。はい、ここまでしっかり完全にまた沸騰させてあげて、とろみがつく、ね、光り始めた、はい、表面ツヤツヤになるところまで炊いていきます。そしたら火を止めて、先生こちらのバターとラム酒をこの中に入れていただいてもいいですか。もう火は止まってる状態です。これ何グラムですか。それが20グラムになります。はい、ラム酒は、はい、はい、ラム酒がだいたい 1.5 とか2グラム、本当にちょろっとで香り付け、ね、はい、で大丈夫です。もちろんあのラム酒等は入れなくてもこれは好みになりますので、はい、はい、先生ありがとうございます。でここでバターが溶けるまでまたちょっと混ぜていきます。はい、しっかりバターが溶けてなくなったので、先ほどのまだバニラのさやが入ってますので、ここで裏ごしをしていきます。はい、はい、じゃあ先生こしてもらってもいいですか。はい、こしましょう、はい、はい、これをちょっとこしていただいていいですか。こすんですね、ありがとうございます。これでしっかり全部取ったらすぐに冷やしていきます。いいですか。はい、で先生これを下だけだとすぐに冷えないので、上からもさらに冷やしていきます。はい、もう一気に冷やしたいので、ラップをこのような感じでクリームに貼り付けてあげます。でここの上に氷のボールをさらにもうドンと乗せてしまって、はい、これですぐに冷えますので、このような形で、はい、やっております。はい、でよいしょ、はい、あ、良さそうです、ね、はい、じゃあ先生出していきます。はい、こんな感じで、あ、はい、なるほど、焼けました。誰が絞ったかすぐ分かるちょっと差がありますね。はい、ね、今度この中にクリームを入れるということですね。はい、はいはい、で先ほどのこちらのカスタードクリームなんですが、はい、うん、よく冷えました。だいたい時間でいうと10分くらい、あの氷と氷の間に挟んで10分程度するともう完全に冷たくなります。はい、本当だ、はい、でこれで詰めていくとちょっと硬いので、はい、これをほぐしていきます。結構硬いので力を入れながらゴムベラとかでこうボールに押し付けるような感じで柔らかくします。押し付ける、はい、かなりこれきついよね。結構弾力ありますよね。どの辺がこれコツなんですかね、はい、ちょうどいいっていう。そうですね先生、でもこれだとまだ全然硬いんですね。硬いよね、はい、剥がしながらこんな形で。ほんとクリーム状にするんだ。そうです ね、あとはもうこれはお好みの硬さになるので、こういう少し固めが好きという場合でしたら、うん、もうこのくらいでやめていただいてもいいですし、結構トローンとしたのが良ければ本当にちょっとこの腰を切る作業に、あ、そういうことなんだ、はい、うーん、あとはお店によってはこの中にあの生クリームですね、泡立てた生クリームを入れたりとか、はい、いろいろそれはもうクリームは本当にいろいろなものがありますね。滑らかになってきたな。そうですね、さっきとは全然、先生のお好みは柔らかめですよね。そうですねどうでしょう。いいですね、はい、なのでこのくらいまで、うん、はい、はい、ではこれで絞り袋に入れていきます。はい、ありがとうございます。先生結構この週替わよくあの上を取ってキュッと入れるタイプもあるんですが、うん、裏もあるし、今回はこういったちょっと生地のくぼみに穴を開けて、そこに口金を刺して詰めていきたいと思います。なのでちょっと穴を開けるためにこういったお箸だったり菜箸で中の空洞を作ってあげます。はい、
こんな形ですね。はい、ここにじゃあ入れていただいていいですか。どのくらい量入れるかわからない。だいたい6等分していただいて、はい、でだいたいグラムでいうと50グラムから60グラムくらい1個に入ります。どのくらい入ったかな。先生ストップしていただいてもいいですか。相当入ってるみたいだね。あ、結構入ってます ね。はい、じゃあなので次に行きたいと思いますので、はい、先生大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。よいしょ。なので1個ずつのグラムが知りたい方は量りに乗せ て、ね、はい、絞っていただいてもいいかなと思います。結構入るので、はい、なくなっちゃうこれはい、じゃあ先生これでお皿の方に盛り付けをしていただいて完成になりますので。売ってるやつの感じだよこれ、ね、これかな高さで、ね、はい、ありがとうございます。でいただきましょう。はい、全然いただきます、ね、はい、すいません。うまくできたかな、はいどれどれ、よっと、ちょっと開けてみましょうね。いよっよっよっ、いやたっぷり入って、すごい入ってるこれすごいわね。当たりです。はい、はい、あ、この柔らかいのが好きなのよ僕、本当に。いただきます。いただきます。いいねありがとうございます。いいや、はい、この味なのよこの味先生これシュークリームなんですが、うん、この形何かに似てませんか。シューですから、はい、キャベツ。あ、ね、はい、いやほらこれ書いてあるんですよね、これシューアラクレームって書いてあるね、はい、まあフランスではねキャベツのまあねクリームっていうかクリームの入ったキャベツっていうかね、うん、ね、そういうことですね。はい、そうです。ありがとうございます。本当にこれ美味しいわ本当に今回はね家庭で作れるね、まあ、ケーキシュークリームの、ね、レシピをですねご紹介させていただきました、はい、詳しいね作り方をですね概要欄に載せてございますのでね、それをご覧になってくださいね。他にもこの食べ物へのこだわりがね知りたいという方、これがあればコメントでね教えていただければね、またいろいろね私どもね新しいものをね皆さんにご紹介できると思います。よろしくお願いします。お願いします。この動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。